everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。ということでですね、今日はですね、久しぶりね、パナソニックのルミックス GX8 を使ってね、今喋ってます。この GX8 はですね、2015年に出たね、カメラでですね、もうすでに生産終了にはなってるんですけども、当時はですね、この GX8 世界初の6コントロール手ブレ補正っていうことで、結構ね、一瞬ね、こう業界を騒がせたというね、機種でもあるんですよ。なぜかね、こう生産中止になってしまったっていうね、この機種のね、継続機が出てくれたらいいなって思ってましたけどね、まあまたね、そういった GX8 絡みのものがね、出たら嬉しいなっていうふうに思ってますけどね。今はね、なんかね、 G9 Pro とかね、まあ、GH5 とかね、その辺が強いですけどもね、この GX8、ね、とてもいいカメラだと思って使ってます。当時は、ね、13万円ぐらいしてね、清水の舞台から飛び降りるつもりで買ったね、もう僕の愛機なんですけどね。はい、というわけでね、今日はですね、カメラの話をしていこうと思います。で、その、カメラはね、今日はこのルミックスではなくて、こちら、ね、ソニーの ZV-1 ですよ。 Vlog カム、この間ね、購入しましたよ。動画も作りましたし、沖縄にね、いた時にもうだいぶ活躍してくれて、非常にね、やっぱこれコンパクトで使いやすい、で暗所にも強い。もう暗所に関してはね、この今使ってるルミックスの GX8 よりも全然ね、暗所でももう綺麗なね、自撮り撮影ができたりね、します。で、もうさっきも言ったけど、本当にコンパクトがね、やっぱ売りですよね。本当にもうこれ外にね、行く時はもうこいつは手放せないなっていうような感じですね。はい、で映像もね、まあ、もちろん写真もなんですけども、非常にいいものが撮れます。で音もいいですね。ここにマイクがついてるんですけども、はい、このね、既存のマイクもいいですし、まあ、別売りのねマイクを使って喋っても非常にね、いい音も撮れるっていうことでね、こいつもかなり使います。ただね、バッテリーがねちょっと弱いっていうのはね、たまに傷ですけれどもね、うん、バッテリー僕2個使ってますけども、やっぱ携帯用のねポータブルの充電器は常にね、外にいるときは持ち歩いて、それで1個充電しながら1個使ってっていうね、ような形で、ちょっと充電は弱いなっていうのはあるんですけども、もう非常にね、使いやすいなと思って使ってます。それでですね、このね ZV-1 が出てね、もうしばらく経ちますけども、半年以上経ってるかな、経ちますけども、だいぶね、ZV-1 絡みのねパーツっていうものがどんどんと増えてきてますね。はい、で今日ね、紹介するのはこちらとこちら。こちらはレンズですね。でこちらは何かというとグリップになります。はい、このね、2つの商品を紹介していこうかなと思います。これどちらもね、ウーランズイというね、メーカーのものです。はい、メイドインチャイナなんですけどね、ウーランズイというもの、どちらもね、これ ZV-1 専用のものなんですね。はい、ということでこの2つを紹介していこうと思います。これはね、UU リグ R055 というタイプのもので、ここがね今グリップになってますね。でこれも今すでに合体させてるんですけども、箱を開けた時はな、このね下の土台とこのグリップの部分が別になっていて、このね六角のドライバーで、まあこう締めるようなね、簡単なね構造になってます。はい、この六角のねネジ回しがついてますんで、これを使います。はい、でこちらをですね、この ZV-1 にね、このようにドッキングさせるんですけども、非常にいいなと思ったのが、 ZV-1 ってここのねネジ穴、4分の1のネジ穴があるんですけど、これがねレンズよりもレンズの中心がちょっとずれたところにあるんですよね。はい、なのでこういったね、例えばこういったシューティンググリップをね、こう取り付けた時にちょっとね、レンズの中心ちょっと若干ずれるっすよね。うん、これがねちょっと気にはなっていました。はい、うん、特にね、大きなね、撮影に大きな支障をきたすものかっていうと、そうでもないとは思うんですけども、まあ、なんとなくね、
真ん中にあった方がいいかなっていうふうには思ってました。うん。まあそこまで気にはならないですけどね。まあプロのカメラマンの方とかはだいぶ気にするのかもしれないですけど、まあ、僕レベルだったら、うん、なんで真ん中ないんだろうっていうぐらいの感じなんですよね。ただ、このね、L 型のグリップをつけることによって、真ん中にね、これね、9つこうビス穴があるんですけども、真ん中にレンズに対して中心にこう穴がね、来る。というね、でその他にもねこの他の8つの穴も使えますんで、まあ用途によってね、まあ、穴をね使い分けるということもできます。はい。でこのねプラスのね金属製のこのドライバーがついてますんで、これでこのように締めて装着します。はい。で装着した時にこれなんとねすごい設計がね嬉しい設計になっていて、このねバッテリーを開けるところここね邪魔しません。なのでこの L 型のグリップをつけててもバッテリーのね出し入れっていうのが容易にできます。はい。あとここね SD カードを入れるところですけどね、ここの邪魔にはならないよという形です。でこのグリップ見てください。これここねだいぶねこう持ちやすくなって、よりねなんか質感が高まるというか、なんか高級感がね出るような雰囲気ですね。でここの UU リグというねこのロゴもね結構かっこよくてですね、うん、ちょっと重さはね若干重たくはなるけれども、まあって言ってもコンパクトなので元々がそんなには気にならないかなっていうところですけども、かなり持ちやすくなります。はい。まずこれが一つで、これがですね、Amazon で3100円で購入しました。安さの割にはね、だいぶ高級感が出るなというふうに思ってます。で、購入先のリンクは下のね、概要欄の方に貼っていくんで、貼っておきますので、チェックしてみてください。はい、続いてはですね、はい、先ほどお見せしましたけども、これワイコンレンズですね。ワイドコンバージョンレンズ。で、まあ、ワイドと、まあ、マクロのね、合体したレンズなんですね。はい、こちらを紹介していこうと思います。はい、ですねこのね WL の1というねレンズなんですけども、開けていきたいと思います。はい、今ですね単焦点レンズに切り替えて喋ってますけどもね、この WL の1というねこのワイコンレンズですね、はい、開けていこうと思います。で付属にね取り付けるためのアダプターがついてます。これがそうですけども、裏がねこんな感じで両面テープがついていて、これを使って取り付けます。はい、まず開けていきましょう。はい、パカッ。お、開けるとねまず説明書がねついてますね。説明書、はい。でまずはこうこれを取り外すとこんな形でね、うん、なかなかね質感の良いレンズですね。うん、ちょっと鉄のね感じがしますけども、ここにねワイドアングルマクロ 52mm って書いてありますね。はい。で、うん、あ、入れちゃった。このようにね分解することができますね。これを外すとこのね2つのレンズで構成されていて、こっちがマクロのレンズですね。でこっちがワイドのレンズなんですけども、ワイドを使うときはこのねマクロにこう合体させて、これでワイドになりますよという形のものですね。はい、今 ZV-1 をねこれ起動させてる状態です。説明書にはそのように書いてあるんですけど、はい、この状態でねこの付属のねタオルなんですけども、でこうまずは綺麗にしてあげます。はい、綺麗にしました。そしたらねこちらのねこのリングアダプターを取り付けていきます。はい、このような形で
リングアダプターを取り付けました。そうしたらこちらをね、このようにはい、取り付けて、ちょっと曲がっちゃったけど、まあいいか。はい、こんな形で取り付きました。パカッと、おお、こういうね形になりましたね。で、電源をオフると、はい、ちょっとねここの文字が上に来ればよかったなと思うんですけども、まあ、これは後でまた調整したいなと思います。とりあえずねこういう形になりましたね。で、もう一回オンにするとこんな形ですね。だいぶね、なんか、うん、まるでもう ZV-1 ではないというか ZV-2 と言ってもいいんではないかぐらいのね形になりましたけども、うん、非常にかっこいいですね。はい、どのように映るか楽しみです。はい、今 ZV-1 にカメラを切り替えてですね、このワイドレンズをね取り付けて喋ってます。画角の方はどうですか？だいぶねこう広くなってますね。やはり、ちなみにこれ今あの手ブレ補正モードはオフにしてますので、まあね、手ブレ補正モードをオフにすると画角がね、広がるシステムになってますから、 ZV-1 は、まあ、どのカメラでもそっか、ね、今手ブレ補正モードはオフでこんな感じで、今レンズ付きですね。はい、じゃあ今レンズをね取り外してみます。このまま取り外します。はい、今ねレンズを取り外して、で手ブレ補正はオフ、まあいわゆるノーマルの状態ですね。どうですか、そんな変わんないですか？結構僕は変わってるように見えるんですけども、はい、これがねノーマルの状態の手ブレ補正はオフですね。じゃあもう一回レンズ取り付けてみます。はい、どうでしょうか、うん、なんか広くなってる気はするんですよね。なんか僕のね顔もちっちゃく映ってるような気もしますし、部屋がね広く映ってるような気はします。はい、それではねここから手ブレ補正をアクティブ、まあ、マックスの状態にしてみようと思います。はい、これがね手ブレ補正アクティブにした状態でレンズを取り付けてます。いかがでしょうか、形ですね。はい、ワイドに映ってますでしょうか。で、この状態で今レンズを取り外してみます。はい、レンズを取り外しました。で、こんな感じですね。うん、やはりね僕のこう顔がねちょっと大きく映ってるというか、今これ手ブレ補正がねアクティブ、まあ、つまりマックスの状態なんですけども、うん、やはりレンズを取り付けている時とはねこう違いますね。もう一回取り付けてみましょう。はい、まあ、取り付けました。どうでしょうか、変わってますかね。まあ、また後で編集したね画面であの比べたりもしたいと思うんですけども、はい、こんな感じになります。はい、今ですねマクロレンズでこのねガジュマルの木を撮ってます。マクロレンズでガジュマルを撮ってます。ここまですごい、こんなに綺麗にね撮ることができます。ではレンズを外してみます。はい、これはノーマルの状態ですね。ノーマルの状態どうですかね、寄ると、まあそれでも綺麗には映ってますけど、やはりレンズをねつけた方がね背景のボケ具合とかもね全然違う気はします。はい、この状態で
マクロをもう一回取り付けてみますね。よいしょ。はい、今マクロをね取り付けた状態ですね。よいしょ。もっと寄れるかな。こんな形ですね。はい、ちょっと離れるとやっぱボケますね。寄るとこんな形で撮れます。はい、というわけでね、今日はですねソニーの ZV-1 にね、この WL の1というね、今こっちのカメラ ZV-1 なんですけどね、こっちは GX8 ね、WL の1というね、この広角とあとマクロになるレンズ、ちょっとマクロの方がね、ちょっと僕がまだあんま慣れてなくて上手に撮ることができなかったんですけども、広角はかなり威力があるなというふうに感じました。はいね、まるで GoPro かのようにね、こう広く映ってるような気はしますけども、はい、まあ GoPro をね僕は使ったことがないので正確なことは言えないんですけどもね、巷の評判ではね、ああいったタイプのねカメラバリに画角がちょっと広くなってるねなんていうのをよく聞きますけども、今日はねこの WL の1というねものと、こちらのね L 型のねプレートですね、こちらのプレートを取り付けて紹介させていただきました。またね、この ZV-1 を使ってね、今度このねワイドレンズを使ってですね、外でねまた撮影したものをねお届けしようかなというふうに思ってますので、そちらの方もね、まあぜひ見ていただければなというふうにも思います。最近はねこのようなガジェットネタとかね結構増えてきてて、なかなかね DTM やる時間がないんですけども、まあ DTM の方でね曲作りもしていきます。でコラボの方も受付してますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ、ピース。